気象図アビ族は、アビ目アビ科の一属である。アビ目及びアビ科唯一の原生属で、五種は属する。北太平洋、北大西洋、北極圏に近い淡水湖潮で繁殖。冬は南に移動し、日本には冬鳥としてアビ、オオハム、シロエリオーハムが沿岸部にトライ。ハシジロアビも、少数トライする。ハシグロアビの観察例もある。最大種は、 ハシジロアビで、全長約89センチメートル。最小種はアビで、全長約63センチメートル。大きさは、ハシジロアビ、ハシグロアビ、オーハム、しろえりおハム、アビの順で小さくなる。くちばしは、先がとがあり、白ろえりおハム、オーハム、ハシグロアビではまっすぐであるが、アビとハシジロアビは、少し上に沿っている。胴体は、扁平かつ楕円型で、 潜水の際に水の抵抗を減らしたり波が強い時でも安定した姿勢を保つことができる。足は胴体の後部に位置し水かきが発達する。夏はと冬はがあるが死有動色。夏はは光沢のある黒の背に四角いチェック模様の白斑が並ぶものが多い。冬はは上面が肺褐色、仮面が白色で地味な色になる。海洋に生息する。足が 体の後方につき、歩くことはできず、繁殖期にだけ水際の草むらに上がるが、体を伏せて、這うように移動する。飛び立つのは苦手で、陸上から飛行することはできず、水面から飛行する際は水面を必死に蹴って、助走を行う。比較的小刻みな翼道で、やや頭を下げて、首を前に伸ばし、足も後ろへたらしに身に伸ばして、直線的に飛ぶ。植生は、 動物食で、主に魚類を食べる。潜水して、魚島を捕食するが、深さ60メートルまで潜った記録がある。単独かつ害でいることが多いが、陶器には、多くの個体が集まることがある。繁殖形態は卵生。海に近い湖障の水際に映像し、通常2個産む。私有抗体で放卵し、育成する。DNA-DNA DNA 分子交雑法を用いた。 シブリーアルクイースト鳥類分類では、甲の鳥目水なぎ鳥上下に、アビカとして、ペンギンか、水なぎ鳥かと共に分類された。実際、アビメはペンギン目水なぎ鳥目甲の鳥目、ペリカン目と、姉妹群である可能性が高く、シブリーらは、検討外れというわけではなかったが、ペンギン目水なぎ鳥目により禁煙というわけではない。オオハムとシロエリオオハム、 ハシジロアビとハシグロアビはよく似ており、それぞれを同種と考えた学者もいる。かつて日本でもオーハムと白エリオーハムは同じ種でアッシ種の違いとしていた。漁師に巨群の目印とされ大切にされることもある。ありがとうございます。